韓国の人気音楽グループ BTS の最年長メンバー JIN さんが今日およそ1年半の兵役を終えて除隊し、韓国北部の施設には兵役についている他のメンバーも訪れ JIN さんを出迎えました。その後 JIN さんは配信で軍生活を振り返り、ファンに向けてメッセージを送りました。 BTS は全員が復帰する来年に活動再開を目指しています。